申し訳ない。今回も割ったんですかね、湯飲み。喧嘩好きってやつですか。勘を頼りにした身勝手な捜査は慎んでほしいですね。わかるが、千佳さんは別にそんな。組織はチームで動いてるんです。星を割るのは彼一人じゃありませんからね。正直ヒヤヒヤさせられるのはこれっきりにしてもらいたいよ。管理官の言うように組織はチームで動いてるんだからな。一人で粘り強く星を追い詰めるのもいいけど、本部の意向と違う捜査をするのは危なっかしくて見てるね。でもそういう千佳さんが俺は好きだけどね。あらら、とうとう自殺者が出ちまった。自殺？ほら、ここのとこ取り沙汰されてる水道公団の汚職。今頃本庁の捜査二課じゃえらいことになってんだろうな。いやだね、なんでいつもこう弱いもんがバカを見るのかね。この部長が死んで胸撫で下ろしてる奴がいるかと思うとやりきれないね。死んで花火が咲くものか。そうだよな。
誕生日にちなんだ花があるらしいんですよ。あなたは10月5日生まれだからモミジ、私は3月5日でチューリップ。そっか、朝顔なのか。ジェイチの誕生花は6月25日生まれだから。だからあの子朝顔が大好きだったのかしらね。新幹線の中です。あ、そうか。外車の所持品は盗まれた形跡ありませんが、ただ一つ不審なものは胸のポケットに入ってました。ナイフ。なんでこんなもの持ってるんだ。神田、第一発見者。ねえ、なんだろうこれ。ああ、これですね。うん。髪の毛に混じってるなんか。おそらく毛糸かなんかじゃないかと思います。毛糸？はい。血液の浸透具合から見て、絹や木綿ではありませんね。詳しい材質や色なんかは科捜研で詳しく調べてみないと分かりませんが。ちょっと見せて。夏に毛糸？水道公団は業者との贈収賄に関する汚職問題で本庁捜査2課が内定中でした。今回の戸塚殺しはこの汚職に絡んだ謀殺の可能性もあるとみて捜査2課と連携し捜査に当たります。今回協力していただく本庁2課の方々を紹介します。警視庁捜査2課管理官の飯岡です。木崎です。よろしくお願いします。お願いします。どうぞよろしく。ではまず司法解剖の結果から。死因は後頭部打撲による頭蓋骨陥没骨折。
加藤、具体的にどんな人物が関わってたんですか。水道公団の総務局次長、山村進。佐々木と戸塚の直接の上司です。近く本職絡みと決めつけてますけど、どうなんですか。帝都交換側について説明します。ああ戸塚の担当は営業部長の長谷川、そして部下の野村博です。今回の山はほぼ捕食絡みと見て間違いありませんが、しかし単なる通り魔による犯行という線もあります。現場周辺の聞き込みも怠らないように。以上。すみません、質問です。何ですか近藤さん。あの系統に関する説明がありませんでしたが。系統？ああ、あれはまだ科捜研で分析中です。あ、そうですか。遅くなりました。戸塚の携帯の最後の通話先の女の住所が分かりました。女？住所は港区元白金 2-4-8 パークハウス白金。戸塚の携帯には恵子という名前で登録されてたんですが、その携帯が店から支給されたもので、住所を特定するのに時間がかかってしまいまして。その店ってのは？銀座のアクアという会員制クラブです。三田恵子はそこのホステスです。そのクラブ、公団関係者がよく使っているところですよ。聞き込みに行ってきます。近藤さん、ゲスト君も連れてってください。あの子は見てませんよ。はい、休んでたので心配してお見舞いに来てくれたんです。で、お帰りになったのは午前2時を回ってました。2時ですか。随分遅くまでいらっしゃったんですね。ええ、彼がお粥を用意してくれて、レトルトですけどね。それで一緒に食べたんですけど、仕事で疲れてるせいかソファで眠ってしまって。水飲ませてもらっていいでしょうか。立ち話もなんですし、この暑さで喉かいちまって。どうぞ。どうも、すいません。失礼します。冷蔵庫の中にミネラルウォーターがありますので、どうぞ。いやいや、水道の水で結構です。ああ、涼しい。それで
一緒にワインを飲んだんです。それなんですが、戸塚さんに聞くことはできないんですよ。彼は殺されました。殺された？はい、あなたと電話で話をした後、間もなく。一体どんなお話をされたんですか？なんだって？戸塚が佐々木を殺そうとしてた。ええ、佐々木は矢部島工業の件で再度事情聴取を受けると聞いて、芋づる式に帝都交換のことまでバラされたら困ると思い、戸塚が殺害の計画をしたそうです。殺害の計画？どういうことなんだ？佐々木は今度の事情聴取をひどく恐れていたようなんです。佐々木は気の弱い人間です。我々も今回で落とせると踏んでいたんですが、稽古の証言によると、戸塚は佐々木と講談の屋上で帝都交換に関する汚職の隠蔽工作を相談しようと10時に待ち合わせをしていたそうなんです。あの人自殺に見せかけて佐々木さんを殺すつもりだったのよ。そしたら本当に自殺してくれたって言うじゃない。だったらアリバイなんていいじゃないって言ったら、死んだ時間に現場にいたことが分かって痛くもない腹を探られても困るから予定通り証言してくれって頼まれて。戸塚は佐々木が飛び降りた時現場にいたんだ。はい、電話で警護にそう言ったらしいです。え、殺したんじゃないってどういうことなの？だってナイフで落として突き落とすってそう言ってたじゃない。それがさ、俺が近づこうとした途端に自分で飛び降りちゃってさ。自分で飛び降りた。恵子の話ぶりからすると、佐々木を殺さずに済んで喜んでるといった感じでした。だが結局束の間の喜びだったってわけか。ええ、これで水道工団と帝都交換の贈収賄疑惑は発見しましたね。ええ、汚職が家庭の話ではなくなりましたから。そういえば近松さんは？あ、新宿に行くって言ってました。新宿？ええ、多分水道公団じゃないでしょうかね。佐々木の自殺の件で名越係長が立ち会いをしてる頃だからって。また単独行動ですか？佐々木の件は新宿西署の管轄なんだよ。あ、あの止めたんですか？勝手に。安田君、はい、すぐ呼び戻してくれ。つきものってけど、やりきれんね、こんなところから。森田さん、地下さん、山形管理官がすぐに戻らせろってもうカンカンだったぞ。すいません。それでどうなんです？事件性ありですか？それとも争った形跡はないし、遺書も自筆だと断定された。やっぱり覚悟の自殺と見て間違いないよね。そうですか。一応上司の局次長のアリバイは私と木崎君で確認しました。実は私は昨日岐阜に出張してまして、部下と一緒にさっき帰ってきたばかりなんですよ。岐阜のどちらへ？長良川の河口石の視察です。
では夜はホテル。もちろん。長良はグランドホテルです。一緒に行った部下と夕食を共にして、それからマッサージを頼みました。マッサージは何時頃？確か10時半から11時半頃までですね。ちょうど終わった時にテレビの速報で佐々木君の自殺のニュースが流れてましたから。ホテルにもさっき裏取った。砲弾の実証は塩だな。そうですか。村越さん、携帯交換に行くよ。じゃあ私も。石川さん。わざわざお越しいただいて無駄足させましたですね。私、戸塚さんを殺しておりませんか。殺されたことはもうご存知で。ええ、それはもうあの講談とは長いお付き合いさせていただいてます。一応昨夜はどこで何をしていらしたか教えていただけませんか。部下と二人でね、打ち合わせを兼ねて新橋の雅という料亭で飲んでおりました。何時から何時までですか。残業がありましたもんですからね、向こうに着くのは10時ぐらいになって、で帰ったのは1時半を回ってましたね。1時半。はい。かなり遅くまで飲んでらっしゃったんですね。いろいろ話があったもんですから。講談の汚職の件で何か根回しても。随分なことをおっしゃいますね。これは汚職の尋問ですか。言っときますがね、私どもは汚職には全く関係ありません。はい。ところでお帰りはタクシーだったんですか。その部下のままに車で送ってもらいました。酒を全く飲まない男なもんですから。その部下の方呼んでいただけますか。今は外回り中でしょう。今日は直帰すると言っておりましたが。お名前を教えてください。何か声ですか。はい。多摩南署のものですが。野村さんですね。はい。あ、すいません、どうぞお構いなく。ありがとうございます。ああ、いや。奥さんとお嬢さん。ええ。妻は1年前に癌で、娘はその半年後に交通事故で食べ続けなくしました。それ、最後の家族旅行の写真です。夕飯付き合ってもらえませんか？そこのスーパーで買ってきた弁当ですか？娘の場合は突然だったんで、今でも気がつくと二人分の弁当を買ってるんです。どうぞ。ハンバーグ弁当です。お嫌いじゃなきゃいいんですけど。それじゃあ遠慮なく。はい。ところで昨夜のことなんですが、部長の長谷川さんとご一緒だったと伺いましたが。ええ、新橋の料亭で。何時から何時頃まででしょうか。そうですね、着いたのが夜10時、出たのが深夜1時半過ぎた頃で、私の車で送ってたんです。ああ、会社にはいつもお車で。ええ、営業で外回りが多いので。なるほど。ああ、娘さん、ハンバーグがお好きだったんだ。正確にはウール 80%、 合成繊維 20% の混合ウールですが、傷跡にこういう毛糸が付着するっていうのはどういう状況だろうか。おそらくこの毛糸を素材にしたもの、例えばセーターやマフラーなどで凶器をくるんだとも考えられます。なんか季節感がないんだよな。ウールは伸縮性があってゴ
験しようと思ってさ、帰ってきたんだよ。実験？うん。ちょっと離れて。あんた、そのセンター。ん？ああ、もう古くて着ないからさ、着けなかったかな。プロポーズしてくれた時に、あなたが着てたセンターなのよ。昨日の午後9時半から11時半の間、どこにいらっしゃいましたか？理科が
た時間帯ですか。そうです。僕にはアリバイがありますが、昨日は会社が引けた後、8時から10時頃まで成城のテニスクラブで学生時代の仲間とテニスをして、その後みんなで飲んで1時には家に帰ってます。では一昨日の13日の夜はどこにいましたか。13日の夜、ええ、その日も人が一人殺されてるんです。何ですかそれ。僕には関係ないでしょ。関係があるかないかこちらで調べます。一昨日は彼女のマンションで朝まで一緒にいました。専門のお嬢さんとね。刑事が来たぞ。そうですか。僕の家にも7時半頃来ましたよ。そうか。まあいずれにしても私たちには何のやましいところもない。そうだろう。はい。どうだ、今晩も行くか。女将にもきちんと話をしておかなければいけないしな。ええ、ただ酒は飲みませんけど、いいですね。しかし君も頑固な男だな。まあ、一日も早く立ち直ることだ。一応探偵には依頼人の秘密を守る守秘義務ってのがあるんですかね。その依頼人が殺されてるんです。協力願えませんか。そうですね、殺されちゃったんですもんね。お話しないわけにはいけませんよね。わかりました。ちょっと待って、今冷たいもの冷たいしょ。本当はね、刑事さんと話せるなんて嬉しいんですよ。大きいとこなら事件の捜査に協力したり、警察関係者とも結構交流してるんでしょうが、うちみたいなちっぽけなとこじゃそんなことめったにありませんからね。だから嬉しくて嬉しくて。飲んでください。美味しいです。それで国安さんのことなんですが。おお、国安理科。あ、国安理科さんね。はい、ちょっと待ってくださいよ。国安理科さんの国安理科さん。彼女がうちに依頼にやってきたのは今年の1月の13日ですね。ああ、もう半年以上も前のことなのか。なんだかね、すごい剣幕でやってきましたよ。彼と結婚するつもりだったのよ。なのに電話一本で別れようだなんて言われて納得なんかできるわけないじゃない。お金はいくらかかっても構わないわ。絶対に新しい女を突き止めて。必死なのはわかりますけど、あれじゃ男は逃げていくなって正直思いましたよ。やっぱり大友が殺したんでしょうかね。やっぱりとは。だって動機ありありでしょう。あの様子じゃ今でもしつこく付きまとっていたでしょうし、相手の専務のお嬢さんにも嫌がらせをしかねない感じでしたよ。まあ仕事とはいえ報告書を出すのをためらったくらいですよ。もう一つ聞きたいんですが。ああ、どうぞ。彼女は誰かの紹介でこちらに来たんでしょうか。飛び込みでした。駅にチラシを置いてありますし。それは西江福の駅。他の駅に置いても効果ありませんからね。それは何か。いや、どういうきっかけでこちらの探偵事務所を訪れたのかなと思いましてね。自宅は多摩、勤め先のデパートは横浜。この西江福は通勤途中ではありません。わざわざ訪ねてくるような有名な探偵事務所でもありませんしね。はい、あ、いや、
まあ、私も気になってね、彼女に尋ねたんですよ。そしたら西洋服に友達がいて、そこへ来た帰りだって言ってましたね。ほう、友達。え、商店街でリフォームの店開いている人だそうですよ。正常のテニスクラブ、稽古はそこの会員でもあったんです。交換殺人が成り立つそうなんだ。交
間殺人。犯人が事情聴取で自白を引き出すって意気込んでる。村口さん、行きましょう。これから二人を任意で引っ張る。村越さんたちは大友、私たちは木崎さんと稽古の担当です。さあ主任も入れ。主任。悪いが俺は一人残る。主任、ちょっと主任。時期尚早です。二人は本当に交換殺人を実行したんでしょうか。それをこれから確かめるんですよ。私は稽古は素人だと踏んでます。交換殺人を目論むのなら自分が疑われる方のアリバイは完璧にするはずです。自宅に一人でいた稽古にアリバイはありません。しかしもともと完璧に仕組んだ計画も狂ってくる場合があるでしょう。戸塚が佐々木を殺そうとしたら自殺してしまったみたいに。実は稽古のクラブの常連客には民事党の大物桐生がいましてね。彼は水道工団の利権を牛耳っていると目されている人物です。稽古を使ってトカゲの尻尾を切ったとは十分考えられるんです。現状に残されていた赤い系統の説明はどうつけるんでしょうか。ホシは同じもので2度凶器をくるんでるんです。あの系統にはホシにとっては何か大切な意味が込められているような気がしてならないんです。気がするね。お得意のデカの勘ってやつですか。汚職絡みの線も捨てられないでしょうが、もっと怨恨の線も考慮に入れて捜査を進めるべきです。あなたの差し出は受けません。捜査方針を変えるつもりはない。ここだけの話、いつか刺されるんじゃないかと思ってました。戸塚さんは金に執着した強欲な人でね。稽古っていう愛人のホステス、本当はあの大物政治家の桐生とできてるって話ですよ。理科は大友さん命だったんですよ。だから何としても専務の娘との結婚邪魔したかったみたいで。銀座の稽古は大友さんのお得意様で、大友さんも銀座の店には稽古通ってたみたいですよ。めちゃくちゃですよ、こんな取り調べ。とにかく僕は殺してませんから。戸塚なんて男も知らないし、確かに恵子さんお得意様ですが、ただそれだけで誰かを殺す義理はありませんよ。義理ね。彼女のためじゃなく、あなた自身のためになる殺しならやむを得ないと考えるんじゃないですか。交換殺人だなんて一体誰が考えたんですか。バカバカしい。専務の娘との結婚を邪魔する国安さんを殺すために戸塚を殺すのは必要な手段だとしたら、別の手を考えますよ。別の手？自分の手を汚さずに済む方法ってことですよ。冗談じゃないわ。なんで私がそのリカって女を殺さなきゃいけないわけ。私にはちゃんとしたアリバイがあるのよ。一昨日はお店の女の子が心配してうちに来てくれ。そのホステスはあなたの言うことなら何でも聞く子でしょ。あなたから多額の借金してますからね。口裏を合わせることぐらい簡単なことだ。大体なんで私が戸塚を殺すわけ。こんなこと言ったらなんだけど、いい金づるだったのよ。しかし汚職捜査が進めば、いずれ戸塚も逮捕されるし、あなただって。冗談じゃないわ。私は何にも悪いことしてません。では考え方を変えて、もっといい金づるが現れたらどうですか。戸塚と別れてそっちに乗り換えるだけよ。乗り換えた男が戸塚を殺してくれと頼んだら。そんなに殺したいならあんたが殺せばいいじゃないって言ってやるわ。その男が政治家の桐生義雄でも。桐生さんとあなたの関係を話していただけませんか。稽古あと一押しですね。ええ、大友美智也さんと三田恵子さん、お二人が一緒にテニスをすることはありませんでしたね。
大友さんはウィークデー会員ですし、三田さんは土日会員ですか。そうですね、私が調べてた時は半年以上も前のことなので何とも言えませんが、大友は専務のお嬢さん以外に付き合ってた女はいませんでしたよ。23日どうしますか。お墓参りですか。行かれるんでしたら迎えに行きます。お願いします。あ、もしもし。そう、うん、今帰るとこ。どうしよう。あ、いや、また明日電話するよ。はい、じゃあな。はい。はい、おら。あー、プロレスか。
拠が見つからない限り、断る点が3つあれば別の事件である可能性もあると思ってる。しかし撲殺、帰宅途中の犯行、ケイトの糸くず、似ている点も3つあります。同じ星の犯行である可能性も捨てきれないと思いますね。チコさんだったらそう言ってくれると思ったよ。はい。お待たせしました。多摩南署の近松さんですね。はい。交通課の藤村です。あの、どうぞ。はい。早速ですが、これが今年1月13日に樋口敏夫が起こした死亡事故の調書です。あなたのその時の担当だったんですか。はい。樋口はこの日5時半ごろ、工場を出た後、好きなプロレスの試合に行くためにバイクで会場に向かっていたんです。樋口は時間に遅れそうになり、しかも急な雨で無理な追い越しをしたためにタイヤがスリップをして、歩道を歩いていた通行人に直撃したんです。被害に遭ったのは7歳の女の子でした。すぐに救急車で近くの病院に運ばれたんですけど、不運が重なったっていうか、担当の医師の手術が遅れて、それで亡くなってしまったんです。樋口はその後交通刑務所に入ったんですが、事件当初は未成年だったこともあって最近出てきたばかりだったんです。あ、すいません、今お茶を待ちます。いや、どうぞお構いなく。野村千尋、七つか。クリーンは買わなくていいの。冷蔵庫まだ入ってるだろ。でも1個しかないんだもん。これはパパの分。パパはいいよ。ママ、一緒に食べるの。パパと一緒がいいの。はいはい。パパ？ん？はいは1回だけでしょ。はーい。じゃあ行こう。殺人の疑いがあるんですよね。
だからさっきもあなたは私にあんな質問をしたんですよね。はい。しかし私にはその二人を殺す動機がない。殺す理由がどこにもありません。戸塚と理香を殺す動機が見当たらない。帝都高官の野村ですか。汚職とは無関係ですね。上司の指示で戸塚の接待をしたことはあると思いますが、もし長谷川が汚職に手を染めていることを知ったら持ち前の正義感で告発するでしょうか。長谷川にとっては絶対知られたくない相手です。しかしもし長谷川が汚職に関わっていたとしたら、それを逆手に取り野村は長谷川に自分のアリバイを証明させたとも考えられる。何度も言ってるでしょう。もう一度新橋の女将に確かめてみてくださいよ。そうか、もし女将と長谷川ができてたとしたら口裏を合わせることぐらいするだろう。ええ、13日の夜も21日の夜もお二人は一緒でしたよ。野村さん、なんかいいことがあったみたいで、やめてたお酒飲んで理科のアリバイを作らなかったのはわざとなのかもしれないな。自分と理科には面識もなく全く関係のない人間だと言いたいために。三つの事件の糸はつながらないのか。紹介した結果、鹿島敦子は野村の妻智子の妹であることが確認されました。
休みか。鹿島さん、鹿島さん、あ、すいません、はい、お隣さんどちらへ行かれたかご存知ありませんか。さあ、あ、そうですよね。あの、つかぬことを伺いますが、はい、こういうもんです。鹿島さんの姪御さんはよく遊びに来てたんですか。姪御さん、あ、千尋ちゃんね。はい、千尋ちゃん。お母さんが亡くなってからは学校帰りに毎日のように来てたけど、あの子も事故に遭って死んじゃって。今年の1月13日ですね。なんだ、知ってんじゃない。義理のお兄さんという方は今でもよく。いいえ、千尋ちゃんが生きてた頃はよく迎えがてら商店街を仲良く歩いてたけど、今はぷっつりと。そうですか。厚子さんの方は向こうが会社に行ってる間にうちに行って家事とか手伝ってるみたいですけどね。なんか気まずくなってんじゃないんですか。だって元はといえば、あの子が事故に遭ったのも厚子さんが友達に預けちゃったからだし。友達に預けた。なんでもその友達がレストランに連れてってくれたと思ったら、千尋ちゃんを置き去りにして帰っちゃったらしいんですよ。ほう。千尋ちゃん、ああ、うちの店を出た後バイク事故に遭った子でしょう。そうです。その女の子を連れてきたのはこの人じゃありませんか。半年も前のことなんだね。似てるとは思うけど。そうですか。若い女性の方は入り口の外で携帯で話してましたね。なんだか大声で別れるとか別れないとか、それでその後何の注文もしないで消えちゃったんですよ。あんな小さい子そこに一人残してね。推測なんですが、彼は千尋ちゃんの正月命日の13日から今日までの10日間で復讐を遂げようとしてたんじゃないでしょうか。自分も死ぬつもりで。4人目は私です。兄はきっと私を殺しに来るはずです。それはどうしてですか。
勢の人間だからです。あの日千尋はいつものように学校から帰ると私の店に来て兄が迎えに来るのを待っていました。ああ、そんなところに落書きしちゃって。今日だけよ、お誕生日だから好きなだけ書いていいわよ。はい。兄は千尋の誕生日には千尋から教わったママのハンバーグを作る約束をしていたらしくて。ねえ、聞いて聞いて、今日パパがハンバーグ作ってくれるんだ。ママみたいに美味しく作れるように頑張るって。そうなんだ、楽しみだね。でも夕方兄から電話がかかってきて、急な仕事が入ってどうしても断りきれないから帰れないって。その仕事というのはどちらの接待？はい、重要な要件があると銀座に呼び出されたそうなんです。あ、どこらちゃん、こっちこっち。いらっしゃいませ。行ってみたら戸塚さんはただ接待のお金でただ酒飲みたかっただけで、娘の誕生日だからって言っても返してくれなかったせいです。娘の誕生日だ、何そんなもの。おい、帰るんだったらな、これからの発注全て抵当効果外すぞ。私も仕事が立て込んでいたので千尋にはお寿司でも取ろうって言ってたんですけど、ちょうどその時ディカが恋人の大友さんとのことで相談に来てて、それで自分がレストランに連れて行くって言い出して。だって千尋ちゃんはハンバーグを食べたいんだもん、お寿司なんか嫌でしょ。ねえ千尋ちゃん。いいよいいよ、私はレストラン連れてくからさ、行くわよね、お姉ちゃんとね。それでディカは千尋と。行ってきます。お願いします。行ってらっしゃい。レストランに着いた頃、大友さんから別れると理科に電話がかかってきたんだと思います。絶対嫌、絶対別れるから。理科は大友さんのことしか考えられなくなって、だから千尋のことを忘れて置き去りに。レストランでは何も注文しないまま千尋はいなくなったそうです。そしてその後事故が起きてしまったんです。私は行かなかったんです。仕事にかまけて、あの日急な雨に気づきながら。だから私は殺されても仕方がないんです、他の3人と同じように。あなたはそれでいいんですか？あなたが死んで、それで野村さんが千尋ちゃんを失った悲しみから救われると思ってるんですか？
をしてくれなかったんだって悔やんでました。1分でも1秒でも早く手術してくれてたら千尋は助かったのにって。医者だ。はい、2階のスタッフステーションです。成瀬先生ですか？先生でしたら先ほどお帰りになりました。明日大きなオペがありますから。
私もね、あなたと同じように5歳になった息子を暴漢に襲われて亡くしています。正直言って私もあの時犯人を殺して自分も死のうと思いました。でもね、ある時庭に咲いた花を見て思ったんです。たとえ復讐を果たして自分が死んでも同じだけだ。死んで花見が咲くものかってね。生きたくても生きられなかった儚い命を持って